ここは福岡空港国内線ターミナル3階ラーメン滑走路です。福岡の有名店をはじめ9軒のラーメン屋さんがえのきを積まれてます。やってきたのは魚介豚骨ラーメンがめちゃくちゃうまいうなりというお店です。注文したのはうなりの代名詞と言われる魚介豚骨ラーメン、卵入りです。ここのラーメンは魚介の出汁と豚骨スープが絶妙に混ざり合って、しかもあっさりしているめちゃくちゃ美味しいラーメンなんです。ベロッといただきました。ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、旅好きです。このチャンネルは私が旅を楽しんでいる様子をブログ形式で紹介をしています。宿泊したホテルや観光地、美味しいグルメなどレポートしていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき、皆さんの旅の参考にしてください。今回はですね、 LCC ローコストキャリアというね、安い航空会社さんを利用して、旅に出たいと思います。まず最初はピーチアビエーション、ピーチ航空ですね。2012年に日本で初めての本格的な LCC として運行し出したんですが、価格を抑えるためにね、いろんなところでコストカットをしているようです。たくさんのお客様に乗ってもらうために、座席の間隔がね少し狭かったり、ドリンクサービスなどもありません。最近は機内デジタルサービスということで、ご自身のねスマホを使って、このように飲み物であったりだとか食べ物であったり、簡単に注文ができるようなシステムができてました。結構種類が多くてですね、これだけのものを飛行機に積んでるのかななんて思いながらね眺めていたんですが、結構気軽にね頼めていいシステムだなと思いました。中にはね、交通チケットでリムジンバスであったりだとか、ベイシャトル、あの関空から神戸空港に行くね、船のチケットなんかもね、機内で買えるような形になってます。あとはビデオサービスなんですが、 CA さんが登場するオリジナルの、ビデオであったりだとか、ね、面白い、バラエティの番組なんかがね、収録されているようです。フライトマップもあってね、窓側に座ったりするとね、今自分がどの辺を飛んでるのかっていうのを下を見ながら確認することができます。およそ1時間で関空に到着しました。関空はですね、 LCC 専用のターミナル、第2ターミナルがあるんですが、ここにはボーディングビーチがありません。直接ね飛行機から降りるんですが、私個人的には飛行機をこうやって近くから見てるんでね嬉しいんですけど、地上ね歩いてきますんで、雨が降ったりするとちょっと大変かもしれませんね。このターミナルから離れたところに飛行機が止まるのもコストカットの一つです。飛行機はバックができないので、プッシュバックといって、飛行機を大きなねトラクターで押すっていう作業が必要なんですが、こうやって沖に止めると、そのまま自走でくるっと反転しながらね飛行機が出発することができます。そして関空はこうやってね、永遠と歩きます。結構な距離があるんですね。もちろん泊まった場所にもよるとは思うんですが、簡易的な作りのね、建物をずっと歩くことになります。足が悪い方とかねちょっと大変かもしれません。この時は手荷物を受け取るところまで5、6分、かかりました。乗り継ぎとかねある方は余裕を見てね、していた方がいいと思います。ここで荷物を無事ピックアップをして第1ターミナルに移動したいと思います。今回初めて LCC に乗ったんですが、この移動を考えなければ比較的快適だったですね。でここで、連接バスが止まってますが、この無料の、ターミナル移動バスに乗って、第1ターミナルに移動してきました。この日は2月の初旬だったんですが、だいぶ、国際線の、ね、飛行機も飛ぶようになって、お客様もね、ずらっと並ぶような形で戻ってきたような気がします。そして今回はどこに行くかというと、そうです、オーストラリアのケアンズなんですね。お仕事ではあるんですが、ケアンズの方に向かいたいと思います。ケアンズにはですね、これも LCC です。ジェットスターで、向かいたいと思います。今回は乗り継ぎ時間が6時間とね、たっぷりありますので、ここで少しだけね、オーストラリアドルにお金を買いたいと思います。
オーストラリアのお金はね、こうやってプラスチックでできてるんですよ。向こう側はね、こうやって透けて見えるような感じなんですが、およそ1万円を買えると、100ドルもらえました。それと Wi-Fi のレンタルを借りました。もう最近はどこ行ってもね、ネットでつないで何かをするってことがありますので、これは必須だと思います。でちょうど関空は今工事をしているようで、いろんなところをね改装しているんですが、ここはテイスティストリートといってね、直訳すると美味しい道、ね、レストランがたくさん、あってフードコートになってます。大阪らしくね、たこ焼きのお店とかもあります。そして少し離れたところにマクドナルドがあります。その向かい側にはココカラファインというドラッグストアが、大きなのがねありますね。でその奥にはローソンが見えてます。だいたいこの辺りで、時間は潰せるかななんては思ってますね。そしてそろそろチェックインが始まる時間なので、カウンターのところに行くと何やら何かね表示が出てるんですね。よく見るとそう4時間20分のディレイなんです。ちょっと目を疑ったんでね、先ほどの、掲示板に行くとやっぱりここも4時間20分、午前1時20分の出発に変わってます。どうやら到着機が遅れてるようです。まあ、これがね LCC だからっていうわけではないとは思うんですが、まあ仕方ないんでね、チェックインしたいと思います。今回はねなんとビジネスクラスなんです。飛行機がこれしか取れなくてね、ビジネスクラスなんですが、 LCC のビジネスクラスっていうのはね、どういうものかっていうのをしっかりね体験してみたいと思います。いきなり明石焼きの映像が出てるんですが、飛行機がね遅れたということで、1500円分のミールクーポンをいただきました。機内食があるからと思ってたんですけど、1時となるとねやはりお腹が空きますので、そのミールクーポンを使って明石焼きを食べてます。ちょうどね、明石焼きと、飲み物のセットでちょうど1500円だったんでね、ありがたくいただきました。美味しかったですよ。明石焼きはね、卵焼きとも言うんですが、たこ焼きに比べて、卵の量が多いんですね。だからこうやってふわふわっとなっているのが特徴です。そしてソースとかをつけずにね、こう出汁をつけて食べるのが明石焼きなんですね。時刻は11時過ぎです。何もねすることもなくなったので、もう中の方に入っていきたいと思うんですが、出国の手続きを終えてね、出たところには免税店があります。まあ、1箇所空いてました。こちらの方は、閉まってるのか工事中なのかちょっとわからないんですが、もう閉店してましたね。でその奥の方にはね、またお土産屋さんも1つ空いてました。でゲートはね、今回は、14番ゲートということで、こちらのウィングシャトルを使って、ゲートの方に向かいたいと思います。ジェットスター航空はオーストラリアのカンタス航空が設立した LCC です。なので、カンタス航空と JAL の、共同運航便となっています。ようやく待ちに待った飛行機が到着しました。ジェットスター航空の、長距離国際線の機材はボーイング787ドリームライナーです。ね、新しい飛行機なんでね、すごく楽しみですね。この辺りはエコノミーシートなんですが、帰りはねエコノミーで帰ってきますので、またレポートしたいと思います。ここからがビジネスクラスのシートです。ゆったりしてますね。初めてね LCC のビジネスクラスに乗りますのでね、非常に楽しみなんです。座席にはね、枕と何やら2つほど小物が置いてます。一つはチルキット。最近ねチルという言葉はねいろんなところで使われるようになりましたが、まあ、要はくつろぐ、セットということです。後でね、中身を見てみたいと思います。そしてもう一つは、ブランケットです。この絵にはねいろんなところで使えますよってことを書いてますけど、毛布が入ってました。そ
で今回ね一番前の席だったんですが、前のを見るとねコックピットのドアが開いてるんですよね。大丈夫かななんて思ったんですが、で、ビジネスクラスには、食事がつきます。ランチとディナーということで、食事がついてるんですが、チキンとフィッシュとヌードルとなってます。その3つが選べるようです。それと、飲み物関係ね、バーお酒なんかも、フリーで飲めるようです。早速ウェルカムドリンクのスパークリングワインが配られました。もちろんジュースなどのね、ソフトドリンクも選べるようです。で前のポケットにはね、ヘッドホンと、お水が1本、サービスでついてます。そして肘掛けの下にはね、USB のコンセントと普通のね 100V、220V かな、どちらかのコンセントがついてます。その上には、コントローラー、肘掛けの横のところには背もたれが倒れるのと、フットレストが上がるものがついてます。真ん中はねヘッドホンですね。一番前の席ということもあってかね、足元すごく広々です。それではチルキットどういうものが入っているのかね、開けてみたいと思います。こちらはよく寝られるように耳栓です。でこれはね、靴下です。あの靴を脱いでね、くつろいでくださいということです。でこれはアイマスク、そして中にはね、まだありますよ。これはですねベストアップと書いてますが、首につける枕です。エア枕ですね。でこれは、おしぼりですね。でそしてまだにはありますよ。これはリップクリームでした。そして、歯磨きのセット。そしてまだありますよ。で出てきたのは、これはですねハンドクリームです。それと、もう一つボールペンが入ってます。出入国の、ね、カードを書いたりするときに必要です。で最後はこの入っていった袋、エコバッグです。オーストラリアではね、買い物バッグは必須ですので、これは非常に便利なものだと思います。そして飛行機は、予定の4時間20分遅れ、午前1時20分頃にね、出発しました。で機内でね、おやつであるプレッツェルを、いただきます。そしてお待ちかねの機内食です。私はローストチキンを選びました。でこれはデザートです。結構ボリュームのあるブルーベリーチーズケーキでした。内容は LCC じゃない航空会社のエコノミーの機内食っていう感じですね。味はね、そこそこ美味しかったです。深夜2時過ぎにこんなものを食べて大丈夫かななんて思いながら、完食いたしました。おはようございます。は日本時間で午前7時です。オーストラリアの時間では午前8時ですね。で早速朝食が配られました。メニューはチーズオムレツとチキンソーセージ、スクランブルエッグと、豆を煮たもの、それとフレッシュフルーツとパンの3種類から選ぶことになってます。飛行機は今ちょうど、パプアニューギニアの上を飛行してるんですけど、ここで、ビジネスクラスのシートをねちょっと紹介したいんですが、これは足置きです。足をねこう置くところがあるんですが、どうもねちょっとね私のサイズと合わないみたいで、どうしたらいいのかなという感じです。もう少しフットレストが上がるとね、快適かなと思いました。およそ6時間のフライトを終えてケアンズに到着しました。飛行機も新しいということあって、非常に快適なフライトでした。で値段はというとですね、LCC なのでビジネスクラスでも非常に安いんですね。今調べてみると、片道8万8000円と出てました。エコノミークラスが時期によって違うんですが、最安で3万円ぐらい、
通常で5、6万円というところなので、まあ、少しの、ね、手出しでこのビジネスクラスに乗れるのであれば非常にいいんではないかなと思います。ちなみに共同運航便である JAL で調べてみるとエコノミーで10万6000円ぐらいしました。ということでね、やはり行くんであれば LCC 直接、ジェットスターでビジネスクラスを予約した方がとってもお得に、乗れますね。はい、真夏のケアンズに到着しました。空港の中はね、冷房効いてて涼しいんですが外に出るとめっちゃ暑かったです。で到着ロビーにはね、こうやって、ATM であったり、両替所であったり、小さいですけど売店もありました。ここでね、いろいろなものを買い揃えることもできると思います。今回私は初めて LCC に乗ったんですが非常に快適でした。特にね、ビジネスクラスというのがどういうものかというのね非常に興味あったんですが LCC 以外の航空会社のビジネスクラスのようなね、設備やサービスは期待できませんが、まあ値段の割にはね非常にいいんではないかなと思います。今回は残念ながら関西空港が、ね、工事中ということでラウンジは使えなかったんですが、通常だとねラウンジも使えるようです。このラウンジ利用っていうのはね非常にね有意義ではないかなと思います。ケアンズの空港はね非常に、ローカルで小さいんですが、まあ、一通りのものは揃ってます。こちらの方はねレンタカーのカウンターになってます。で2階はね出発口ですね。今回の動画はこれでおしまいです。いかがだったでしょうか。次の動画はねケアンズの街をね、少し紹介していきたいなと思います。それではお楽しみに。さよなら。